はいそれでは本日は販売しに行平成29年第80回4の3番マーケティング広告計画について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください次の文章は <coughs> 広告計画について述べている文章中の四角の部分に書きに示すアーカラーをそれぞれの語源から最も適当なものを選んで回答用紙の書類欄にその番号をマークしなさいという問題ですこちらの問題に入る前にまずこの広告計画というものを、えー、解説していきたいと思います この4の3番に関しては基本的には細かい内容は問われません。広告計画のプロセスを1から10まであるんですけども、その中の問題をサクッと解いていく流れになりますので、82回と、そして81回の問題で細かく解説してありますので、そちらもご覧いただければと思います。まず、この広告計画なんですけども、自分のお店を最終的に選んで買ってくれるお客様を多く創出するための戦略になります。 なので、えー、最適なミックスメディアというもの、例えば、えー、新聞であったり、雑誌、テレビ、ラジオなどの、えー、最適なメディアを探して、そして、えー、お客さんに来てもらうような計画を立てるという流れになります。この、えー、広告計画のプロセスなんですけども、えー、サクッと説明していくと、まずは地域市場の環境分析を行います。まあ、人口動態、世帯数の把握、そして所得,所得や生活水準などの社,社会的環境の把握を行っていく。まずはこの地域市場、そして環境の分析です。 そして、それからは、えー、広告目的の設定ですね、えーえー。新商品のお知らせであったり、あとは商品の機能であったり、用途を説明したり、まあ、案内、提案を行っていくという流れになります。まあ、早期型といってトップオブマイ、トップオブマインドの獲得。特定のジャンルを思い出したときに、まあ、最初に思い出てくるものになります。超有名な、えー、コーヒー店は何ですかと聞かれたときに、スタバと思い浮かんだら、このスタバがトップオブマインドという流れになります。 そして、この広告の目的を決めた後に、次に出てくるのが広告の目標。先ほどの広告の目的の設定の後に、数値を、それを数値で表したものですね。広告を見て来店してもらえるお客様の数であったり、実際に購入してもらえる客数のを数値で出すというのが3番目になります。そして4つ目がターゲット、広告ターゲットの決定です。広告をどのような地域に、そして特定のどの世代にや、そしてあとは男子か女子かなど、まあ、性別なども細かくターゲットを細分化して決定していきます。 これがターゲットの、広告ターゲットの決定になります。そして次に広告コンセプトの決定。こちらは広告を、広告する商品を広告で何をどう伝えるのか、まあ、お客様に便利で、そして有益な情報をどのように伝えていくかというのを考えるものになっております。この広告のコンセプト、便利で有益な情報を決めた後に考えていくのが表現戦略ですね。広告でどのように描くのかを表現していくということですね。例えば新聞ではどのように、えー まあ、描いていくのか、あとは雑誌であったらどのような絵を使ったりするのか、ビデオとか、えー、インターネットであれば動画ではどのようなキャスティングをして、どのように、えー、売れるための、えー、表現戦略を行っていくのかというのを考えるのがこの6番になっております。そしてこの表現戦略、えー、どのように描くかというのが決定したら次に、えー、メディアのセッティングですね。これはメディアプランニングと言われるものでですね、どのようなメディアを用いて、そしてあ、えー、タ,ーゲットターゲットに宣伝の内容を見てもらうかということですね。 なので、どの媒体を使ってうまく PR を行っているかということですね。まあ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットであ、あとはテレビなどもあるということです。そして、このこれです、ね、重視する場所ですね。このメディアプランニングで重視する場所なんですけども、この従来はお客様が、お客様への到達率ですね。 この、えー、メディアプラランンニング、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどを見てくれれればいいといとう流れでしたただ、現在に関しては、広告効果の最大化、まあ、結論を買ってくれなきゃダメというゴールが決まっているということですね。昔はもう見ればいい。ただ、今回に関して、今回というか現在に関しては、ちゃんと買ってくれなきゃダメという、えー、重視する場所が変わったという流れです。なので、従来の、えー、重視する場所、そして現在の重視する場所、この2つも覚えていただければと思います。 そして最後に出稿パターンの決定、そして原稿の作成と出稿、そして最後に広告効果の測定で、この広告計画のプロセスというのは成り立っているので、ちょっと覚えづらいんですけども、頭にサクッと入れていただければと思います。では、今回の問題に入っていきます。広告計画を立案するプロセスは、一般的に市場、地域市場環境の分析に始まり、広告の目的の決定、広告の広告目標の決定、あの決定、いの決定、 右の決定、への決定、出向パターンの決定へと続くと書いてあります。まずはじめに広告目的目標の決定と書いてあります。なのでこちらの問題に関しては3番から始まっているということですね。そして3番の次に入ってくるのはこの広告ターゲットの設定になります。なのでこの4番広告ターゲットが入るので、A に関しては2番です。そして E に関しては次、広告コンセプトですね。この5番になるので、えー、こちらの問題に関しては、えー、E は4番が入ります。 そして、うに関しては、表現戦略が入ります。この6番ですね。表現戦略が入ってくるという流れになります。そして、A ですね。A に関しては、メディアプランニングが入ります。表現戦略の決定を行った後に、この媒体戦略の決定、メディアプランニングを行うという流れになります。なので、このあから A までに関しては、この順序が分かっていなければ解けない問題になります。そして、最後の O なんですけども、この従来での表現、従来でのメディアプランニング、 では、えー、〇〇の最大化を重視していたが、近年での近最近は効果の最大化を,は最大を目指すようになっているという問題なんですけども、この従来のメディアプランニングに関してはこちらですね、お客様への到達率を見てくれればいいというものが、えー最大えー、重視されていました。なので、この「お」に関しては、えー、到達率の2番が入るという流れになります。なので、こちらも覚えていただければと思います。えー、以上のことから今回は「あ」が2番。 い、e、が四番、うが一番、えが三番、おが二番となります。